プレミアムボクシング6 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12ラウンドをもらいます。赤コーナープロデビュー戦から18試合連続第1ラウンドノックアウト世界記録保持者、23戦全勝、この全23勝は全てノックアウト、公式計量129パウンド4分の3、ベネズエラ出身。この試合が4度目の防衛戦、WBA 世界スーパーフェザー級チャンピオン、雷エドウィン・アミキラドール・バレロ。 KO 率 100%、 ベネズエラの怪物王者エドウィン・バレロ。青コーナー26戦22勝3敗1引き分け、22勝のうち15勝がノックアウト、公式計量129パウンド4分の3、米倉事務所属、2002年3月にこの日本武道館で戴冠した第49代日本ライト級チャンピオン。ついにこの試合が世界初挑戦の WBA 世界スーパーフェザー級第7位、ガシンショウタン、昭和の侍、島田。20年来の夢、執念で掴んだ人生最大のチャンス、島田武尊。この試合は3人のジャッジが採点を行います。アメリカのトム・ミラーさん、同じくアメリカラウル・カイズ・ジュニアさん、そしてオーストラリアからデレク・ミラハンさん、レフリーパナマのギジルモ・ペレス・ピネーダさんが試合をさばきます。この試合は WBA ルールで行われます。3ノックダウン制、1人の選手が1ラウンドに3度ダウンすると自動的に KO 決着。また偶然のバッティングで試合続行不可能となった場合は4ラウンドまでは引き分け、4ラウンド終了以降はそれまでの採点で勝敗を決します。バレロが一気に行くのか、島田がオープニングラウンド何かをつかむのか。解説は元世界チャンピオンの濱田剛さんとセレス小林さんです。まずこの1ラウンド目、バレロの1ラウンド目強いですから要注意ですよ。はい、 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦、チャンピオン赤いトランクス、赤いグローブのバレロは1ラウンドに過去19度ナックアウト勝利を決めています。23戦全勝、全 KO 勝ちのバレロがまずはパンチを出していく。その周りを白いトランクス、初挑戦、36歳10ヶ月、島田武尊が回っています。ボディ、左のボディです。左のストレート、もう少し大きく動いていいですからね。はい、まずこの1ラウンド、かく乱することですね。島田ですね、はい、初挑戦の島田です。島田選手ね、リングの上での表情はすごいね、はい、落ち着いた表情ですよね。落ち着いてますよね。そして逃げるつもりは一切ない、真っ向勝負を挑んでいくと話した島田武尊、男です。バレロはやっぱりスタートから狙ってますからね、このタイミング外せばいいですから、はい、バレロとしてはどのパンチを狙っているように見えますか。まあ、まずは左のまっすぐですよね。左のまっすぐ、左のまっすぐ、そして島田が打ち返してくるところを右フック返そうという感じがありますからね。今狙っていた左のフックを狙っていたカウンター、大きく動いて、まずは試合はタイミングをずらさせればいいんですからね。あっという間に1分以上が経過しています。 WBA スーパーフェザー級タイトルマッチ、これが4度目の防衛戦、チャンピオンバレロ、1ラウンド KO をもちろん狙っているでしょう。狙ってません、狙ってません。ワンツーから左を狙っていきました。島田選手としてはね、少しタイミングが分かればね、やはり大きく動いた方がいいですよね、はい、大きく動いた方がいい、はい、パーフェクトレコードホルダーのエドウィン・バレロです。一方22勝 15KO、 3敗1引き分けというのがこれまでの島田武尊のレコードです。ここはクリンチです。チャンピオンバレロ選手のね、左ストレートはね、思ってるのが多分長いですからね、はい、その距離が分かるまでは足を使った方がいいですね、うん。一方のチャレンジャー島田としてはどのパンチを狙っているように浜田さんは見えますか。まずはですね、おっと左ちょっとぐらついた、プレッシャーに今圧倒されているところあるんですね、今打つということよりもまずはバレロのタイミングをずらさせないんですから。なるほど、時間はたっぷりあるんですからね、この偉大なチャンピオンに勝つために、おっと右当たった島田の右、しかし左ストレート、バレロがパンチを出したところに合わせる、そのことによって衝撃が倍化するということになります。今のは良かったですよ、あれをですね狙っている、一生懸命狙うということよりもですね、はい、タイミングさえ合えばいいんですから、そのバレロのパンチはどんなに強かろうが急所に思い切り食らわなければいい、1センチでもずれればいいんだ、そう表現した島田武尊です。まさにそういうボクシングを今やってますからね。そうですか、
少しずらして逆にチャンスを使う、右、おっとまた右だ、右のダブル、島田武弘。ああ、バルロがそういう風に今食うっていうのは珍しいんですね。焦りを誘えばいいんですからね。少しイライラさせることも一つの作戦です。島田です。後半まで十分時間ありますから、さあ1ラウンドが終了するのか。ここで第1ラウンド終了です。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦です。放送席は元世界チャンピオンの2人、浜田剛さんとセレス小林さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングラウンド、島田がパンチを浜田さん当てました。いやいいですよ、本当にバレロの方がずいぶん焦ってきましたからね、今みたいに撹乱して、そして、だん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 もっとバレロ出ようとしますから、その時にバレロが出過ぎたところを右を合わせればいいんですからね。はい、さあ第2ラウンドのゴングを聞きました両者です。まあ、バルロ選手の左がね、来たそこに右を合わせるっていうのね、分かってると思うんですけど、はい、なかなかできないことをね、まあ、1ラウンド目からやりましたからね、はい、これまでパーフェクトレコード23戦全勝全 KO 勝利のチャンピオンエドウィン・バルロです。本当にこれはパンチが当たったようにも見えましたが、これはスリップですよね、はい、今ボディに当てるようにしましたけど、スウェーバックバックセットしながらだったんですね、まあ、バランス崩したっていうのはあるわけですよ。なるほど。バレロのプレッシャーはやっぱりずいぶんきついんでですね、はい、だからもう少し見るんじゃなくて自分から動いた方がいいですね。なるほど。今島田が何か口にしました。おそらくバッティング頭を気をつけてくれという願いでしょう。いや、クリンチ側の後頭部のパンチじゃないですかね。ああ、なるほど。クリンチが見られます。この試合セコンドについている元世界チャンピオンの柴田邦明さんは、クリンチは作戦の中にはないというふうに話していました。とにかく攻撃、パンチを続けることが作戦と話していました。寺島さん、はい、そうなんです。青コーナーサイド、米倉会長、まず立ち上がりはいい立ち上がりだ、はい、ボディを打って下がってジャブフックで反撃しろという指示でした。はい、あー、右、右、見事に打ち抜いた。ナイスコンタですね。浜田さん、バレロいかがですか。今のダメージはありませんか。ダメージはそんなにないですけど、ないですか。左、左焦らせればいいんですから。焦らせることがまずは重要。そうです。ただチャンピオンの圧力も強くなってきましたよ。そうですね。バルの場合打たれたら打たれても打ちに行くところありますからね、一緒になって打つ必要ないですからね。一緒に打つ必要はない。打つ必要ないですから。タイミングをずらすなり相手の土俵でやる必要ないですからね。あ、なるほど。相手の土俵ではなく打ち合うことが重要になってくる。バルが焦ってカッカ来ているところポンポン当てることなんですね、それで後半まで伸ばして、まあ、バルがもっと焦りますからね、そこを数を集めていけばいいんですから。はい、現役時代サウスポーキラーと呼ばれて、サウスポーから2度世界タイトルを取ったその参謀の柴田邦明トレーナーは、そのサウスポー、まずは足の位置の取り合い、これが重要になってくるというふうに話しました。前に出ている足が同じ方向になります。この位置をバレロの右側にその左足を持っていきたい、そのように話していました。左回りがそのサウスポー対策の定石と言われますが、それを実行しています。ロープに詰まるのは危険。詰まっちゃいかんですよ。はい、強引に行きますからね、バレロの場合は、その強引に来た時のパンチ力が半端ではないですからね。うちのパンチ、行きますからね、ちょっとパンチが中途半端になっているようにも島田見えます。まあ、プレッシャーきついですね、プレッシャーなんですね。残り時間が10秒少々、第2ラウンドです。リングの中央、似合う両者です。様子を伺っている、合わせていったのは島田。左ストレート、バレロ、なんなんタイミングが合えばいいですからね。第2ラウンド、ここまでいいですよ。第2ラウンド、島田の右ノックが見事にチャンピオンを捉えました。まともに入りましたね。顎を捉えるチャンピオン、バレロといえどもその顎は弱点であるはずだと信じて疑わない島田武尊の見事なパンチが第2ラウンド決まっています。まあ、バルの場合はですね、もう本当に顎も強くて一発で倒れるような選手じゃないんですね。数を、後半までどん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 数を上げればいいんですから、そしてこのバルロに焦りを感じさせることが一つそのチャンスを増やすことにもなるでしょう。ビー、おっと、これはカウンターで入ったか。惜しいタイミングですね。惜しいタイミング、ナイスタイミングですよ。右がカウンターで入ろうかというタイミングでした。狙っている、いい目をしている島田武弘。しかしそれを打ち崩すかのようにエドウィン・バレロが打っていく。ちょっとチャンピオンの、ね、バレロ選手ね、ちょっと苛立ってますからね。苛立ってますか、はい、どういうところに現れていますか。雑になってますよね。雑になっている。
倉島さん、はい、チャンピオン陣営の、ね、ケニー・アダムストレーナーもパンチが大振りなので一発でなくて2発3発とコンビネーションを使っていきなさいという指示を出していますね。はい、88年のソウルオリンピックでアメリカチームを率いましたケニー・アダムストレーナーにこの試合からその指導を頼みました。アマチュアでの実績、そして17人の世界チャンピオン何度も生んでいるという実績ですから、26歳のこの世界チャンピオン3度防衛に成功、偉大なチャンピオンですがまだ成長をしたいという願いがあります。ロープに詰まらないですよ。ロープに詰まらない、絶対にロープに詰まっちゃいけないですね。やはり後頭部を打つなというようなもうバレルの場合ですね、相手の顔が目の前にあったらどんな位置からでも打ちますからね。どの角度からでも強いパンチですからね、打ちますからね、はい、セオリーなしに打ちますから、はい、左構えですが、その左ストレートはまあ一番強いパンチとして、右のフックでも右のジャブでも倒すようなそんなパワーがあります。何でも打つんですね、とにかく自分の目の前にある、うん、あの相手を打つというやり方ですね、はい、踏みついたらそのくっついている最中にもパンチを出していきました。右のフックを狙っていた、まあ、今右だ島田が、ボディ打ちに行きましたけどね、ボディはできる限り後半に持っていった方がいいですね。あ、そうですか、うん、あのボディ打ちに行く場合はバレル必ずあの相手の顔面打ちますから、うん、打ち下ろしていくわけですね。打ち下ろしますからね。そうなんですよね、まあ、相打ちなんかするとやっぱバレルのパンチ相当のもんですからね、はい、相打ちではなくてわずかに外してという島田の言葉通り、これが本人できるんでしょうか。見事に当たった、大歓声日本武道館。あの右の、ね、パンチを打ってますからね、あの後今度ね返しまで打ちたいですね。返しまで打ちたい、はい、単発で終わりたくない。そうですね、島田です。島田はプレッシャーを感じながらもうまくやってますよ、はい、この試合はメキシコ製8オンス、衝撃が強いと言われるそのグローブを使っています。このグローブは浜田剛さんの現役時代ハードパンチャー、スクラッパーグローブですが、本当に手応えあるグローブですからね。ということは KO 決着必至と、そういうことですね、見ていいですね。島田としても判定という言葉は特に口にしていません。この偉大なチャンピオンを倒して勝つ、その気持ちがあります。右を狙った、しかし打ちに行くことはできなかった。残り時間はありません。第3ラウンドはここで終了です。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチを戦う両者の、こちらは能力比較なんですが、浜田剛さん、はい、ご覧のようにつけていただきましたが、パワーでは少し島田が劣る。まあそれはまあしょうがないところですよね、ただディフェンス力、特にですね、はい、島田の今のディフェンス光ってますよね。それで、はい、バレロはですね焦ると雑になってきますから、はい、そういうところつきたいですよね。つけ入る隙はあるかどうか、そこですから。第4ラウンドに入りました。このバレロが過去4ラウンド以降に進んだのはこれが3度目ということになります。過去は2度しかありません。タイトルを取ったモスケラ戦10ラウンド2分まで、そして去年の5月に本坊信人の挑戦を受けた試合8ラウンドまで行きました。しかし23戦すべて KO 勝利です。島田選手少し相手を迎え撃ってますよね。あ、そうですか、島田ですか。そうですね、ちょっと足のサークリングやめて、はい、ちょっと重心低くしましたよね。重心を低くした。寺島さん、何を狙っているのか。はい、藤田さんどうぞ。柴田トレーナーなんですけれども、島田はようやくスタンスと距離がつかんだ、ここからが島田の本当のボクシングが始まるとはっきり宣言していました。セレス小林さん、はい、つかんだという言葉がありました。そうですね、多分合わせていくんでしょうね。思い切って打って出ます。自分から打って出る島田武弘です。36歳、これが初めての世界挑戦。バレロが焦ってきた、焦ってきましたよ。少し雑になってきたか。うん、さあその焦っているバレロを焦らせるということを見事にここまでやってのけている島田です。そこからはですね、今度は、あのバレロが空振りしたところどこの位置で打てるかですよね。なるほど、できれば近い位置にいたいですね。うん、そうですね、中途半端だったらバレロまた何もかんでも打ちますからね。はい、しかし今踏み込んでいった島田、それをうまくバックステップでひらりとかわすバレロ、このディフェンス技術もあります。うん、離れ際に左のストレート。寺島さん、はい、今のインターバルね、チャンピオンのバレロ自身が自分の動きはどうだと陣営に聞いてきたそうですね。そうですか、心配することはないから、とにかく大振りにならずにコツコツ打っていけという指示が出ています。なるほど、本人も浜田さん少し心配があるということですか。そういうことですね、なんていうかですね、勝って当たり前と思われてますよね。はい、そうですね。それでいてやっぱりパンチ食ってるわけですよね。そう、見事に決まった、右が決まった。
島田武大、ああいうのが当たってくるとチャンピオン焦りますよ、うん、おかしい、自分のリズムで戦えないのはなぜなんだ、そんな気持ちがあるかもしれません。今のところうまくタイミングずらしてやってますからね、うん、それが島田武大の狙いです。今のやり方は本当に合ってますよ。今米倉ジムの島田武大、米倉健二会長は過去に5人の世界チャンピオンを生んでいます。その第1号が今日トレーナーについている柴田邦明さんです。サウスポーキラーと呼ばれたその柴田さんの指示をしっかりと聞いて、そして柴田さんの評価では第3ラウンドまでリズムがつかめたというふうに言っています。相手の様子を見ている、パンチは出しませんが島田何かを狙っている。右のストレートを見事に当てたこの第4ラウンド、うん、惜しい、空振りには終わりましたが見事な右ストレート、勇気持って打ってますよね。勇気を持って戦っている島田、見事です。第4ラウンド終了です。青コーナー挑戦者陣営です。米倉会長が見えています。この米倉会長は今チーフセコンドについている柴田邦明さん、ガッツ石松さん、中島茂雄さん、大橋秀幸さん、そして川島博さんと過去5人の世界チャンピオンを生んでいます。名伯楽です。その柴田邦明さんと米倉さんの、米倉会長の指示をしっかりと聞いて第5ラウンドを迎えました。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦です。まだ試合は中盤です。浜田剛さん、はい、まず序盤をご覧になっていかがですか。うまく戦ってますよ島田ですね、うん、本当うまく戦ってますよ、はい、どんなところが特にいいですか。相手の打ち終わりを打つようになってきましたからね、これは、まあ、今のまだ 今も打ちましたよね、バルロが打った同時に打ってますから、これ深追いすることは、深追いというか連打することはまだないですからね。そうですか、うん、これ後半行ってタイミングがあったら開始のパンチ、ね、左に右を合わせました島田です。今も相打ちですからね、セレス小林さんは島田のどんな狙いがこの後功を奏する可能性あると見てますか。そう、まあ、右を、ね、今打ってるんですよね、まあ今あまり、ね、深追いすると先ほど言った通りに本当パンチを連打されるんで、このままの状態でですね、少し右を打っておいてですね、焦りを誘いたいですね。なるほど、焦りを誘って、そしてまだ12回戦戦ったことがないこのバレロに最後まで戦わせるかどうか、どんなそのシナリオを描いているのか。チャンピオン今日かなりパンチ雑になってますから、スケールチャンスはね十分あると思いますね。そうですか。さあ左、大きく左右と止まっちゃいけないよ、特にロープに詰まっちゃいけないんですね。ああ、詰まってはいけない、うん、リングの中央に戻りました。右のアッパー乗り込んでいく、チャンピオンも考えてますよね、どのあたり考えてますか。左をまっすぐ打ったりね、下打ったり、まあ、ちょっとフック気味に打ったり、はい、全部角度変えますよね、このバレロはその実績からも本場アメリカが注目しています。実はかつてバイクの交通事故であってしまった、その怪我で、脳を手術しました。その影響でアメリカでライセンスが一時停止されたという過去を持っています。この今年の3月にそのライセンスが獲得できましたので、ちょっと今島田の動きが鈍ってきてますからね。そうですか。ちょっと一気に決めに行こうかという気持ち、その止まっている原因は何かありますか。ちょっとパンチ食ったんですね今。そうですか、動き止めちゃいかんですよ、はい、左、こういったパンチも効いてくるんですね、細かいパンチ、力でやりますからね。左、ちょっとこのラウンドで島選手ね、まっすぐ下がりすぎてますよ。止めちゃいかんですよ、動きを止めたくない島田、回っちゃうでしょ、少し効いているか。ああ、島田は少しくらついた、島田の表情真っ赤になっています。苦しくなるんですね、苦しくなるんですね。左目少し切っているでしょうか。右目、ここでフォアスリップ、苦しくなりましたね今。いや、一気に苦しくなったか。コツコツと当てていたチャンピオンのパンチが効いているか。動きありますよね。やりストレート、ロープを背にしている島田に対して圧力をかけていく。ます、ね、残り時間はありません。ここで第5ラウンド終了です。第5ラウンド一気に島田がトーンダウンしました。まともに食ったというパンチのですね、ポン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 数当たって効いてきた感じなんですね、はい、
細かいパンチでも一気に効かせることが一つ一つ効かせることができるチャンピオン。このラウンドバレロ出てくるでしょうから、はい、もう一回動くことですよ。前半最後のラウンド第6ラウンドです。まっすぐ下がるのではなくね、はい、できるだけね相手のビーッ、ね、思い切って踏み込んでいった。少しダメージがあるかとも思ったんですが、浜田さん思い切っていきましたね。いやダメージもまだあるんですね。ありますか。まだあるんです。ああまっすぐ下がっている。ここにワンツースリーフォーとパンチを浴びせかけていくバレロです。苦しくても左攻撃は止めないことですよ。あ右平打ち、しかし左が2発。相打ちでも今は本当苦しいですからね。相打ちもしちゃいけないんで、はい、バレロが打ってる間動くがいいんですから。相手をしっかりと見据えている島田です。36歳10ヶ月。日本では最高齢の新チャンピオン誕生なるかという試合。そして富山県出身なんですが、富山県人として初めての世界チャンピオンになるかというこの島田剛洋です。寺島さん、はい、その青コーナー島田なんですけれども、トレーナーによりますと傷は浅いと、で陣営としてはダメージはないのでこのラウンドもいけると踏んでいます。大事なのはタイミングだと話していました。はい、そしてその回復力を高めるために低酸素ルームに入ってインターバルトレーニング、20代前半の数値をマークしています。回復力には本人も自信を持っている島田武宏。寺島さん、はい、チャンピオン陣営は、ね、かなり挑戦者足に来ているというふうに見ていますね、はい、ただ指示は変わりません。必ず3発打ちなさいという指示です。一発狙いで倒すなという浜田剛さん考えでしょうか。そういうことですね。クリンチになってもすぐに後頭部を抑える、このあたりもベネズエラのスーパーチャンピオンエドウィン・バレロよく分かっています。チャンピオンの、ね、ボディストレート、あれも、ね、やっぱ嫌なパンチですよね。左ストレートですね、はい、左狙っていく、それを右でブロックして右、いやパンチの選手とやると小さいパンチでも徐々に効いていきますからね。クリンチでもとにかく打てる状況であれば打ちますからね。そうですね。バレロの場合は今も2発打ちました。左ストレートガクッと腰が落ちかけた。島田です。ここで勇気を持って右を合わせたいですね。いいそうですね。ナイス。思い切っていく。打ち合っていく。少し腰が引けたようにも見えるが島田どうだ。相打ちになるとやっぱ苦しいですね。相打ちではなく、あっと右が入って苦しいの渡し方間違いありません。さあチャンピオンが仕切るか。そうするんだったら一気にやったほうがいいですね。そのセコンドの指示通り手数でチャンピオンが倒すのか。残り30秒切った。ダメよ、たまる前に、ね、勝負するのも手ですよね。勝負に出るか。勝負するのが一気に前に出ることですよ。16歳でタイソンに憧れてから20年の月日、20年の集大成、前へ出る。バレロを押し込んでいく。しかしパンチを出していく。非常にも強いパンチ、右から左。バレロ向かっていけるか。島田、ここで前半終了。第6ラウンドが終了しています。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャレンジャーの島田がかなりチャンピオンバレロのパンチ効いてきています。ここは左ストレートガードを押しのけて浜田さん当たりました。本当に力でねじり込むという打ち方しますから ね、いや本当に苦しくなりましたね。後半に入ります。第7ラウンドです。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、表情を見る限りでは白いトランクス、チャレンジャー島田武宏、腰を落として打つ構えですから ね、そうですね。いいですよ。また回復はしたようです。しっかり勝負すればいいんですから、はい、思い切って男らしく勝負ができるか。左、執念、その一言で20年。左ストレート、腰が落ちた。効いた、しまった。ちょっと来ました今ね。効いたけれどもこの20年間の思い、積み上げてきたもの、今下がるとですね、もっとパンチ飛んできますからね。なるほど、一気に前に出たわけですね。なるほど、一気に前に出たわけですよ。前に出る形でしか止められない。勝負したいですね。前に出られるか。出ても危ないことは危ないですけどね、下がるとパンチが、バルのパンチが伸びますから。36歳10ヶ月の島田、26歳のスーパーチャンピオンエドウィン・バレロ、前でパンチを合わせたいですね。だいぶ足が効かなくなってきたか。足の力が入るのが入るんですね。さあ何が残っている島田。前に出る。島田のいいパンが当たってるんですけど、悔しいパンが効かないですね。チャンピオンがじわ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 と上下を分けてきましたね。キャリアのために長いラウンド戦ってもいい、そのテクニックを学んでいるところだというふうに話したエドウィン・バレロ。左のボディ一発では狙っていません。
パンチの蓄積でこの島田を倒そうとしている。ロープに吹っ飛んだ。バックにするぜ。最後はフィニッシュブローを考えているか。焦ってないんですね、左の目がね、島田選手かなり腫れてるんですよね。そうですね、まぶたが大きく腫れ始めました。これはバレルのバースト左。おーっと、マウンチューの攻撃ということになるか。まだレフリーダウンの下に倒れましたからね。倒れるまではレフリー、あーっとここで一気に試合を止めた。ミネーダレフリーが試合を止めました。うまく戦ってきたんですけどね、もう力で強引にいかれましたね。今最後はフックを浴びてなんとかダウンを免れようと思ったんですが、そのこらえているところにパンチをもらってしまいました。むしろですね、まあ、倒れてなるかという気持ちあるんですけどね、はい、むしろ倒れて次のパンチに防いだ方が良かったんですけどね。回復を待った方が良かった、もう座ってそしたら相手打ってこないですからね。まあ倒れてなかったんでバレル打ちましたよね。来ましたからね。そうですね。そして今冷やされていますが、左のまぶたが大きく腫れて少し、内出血を起こしていたでしょうか。鼻血も出ています。スーパーチャンピオン KO 率 100% のエドウィン・バレロに対して真っ向勝負を挑んだ結果です。第7ラウンドテクニカルナックアウトでカミナリエドウィン・アニキラドー